さあボブ画面ですけど、ボブ君もねやはりデュオボックスバトル、まあこの前の団体戦でもねまさかのねあの無敗というね記録を叩き出しているので、やはりボブ君のチーム優勝候補に上がっている。さあここは当てていく、66ダメージ、いいダメージね、いいですね、かなりでかい。さあしかし敵さんもしっかりと打ち返している。さあここは後ろ取ったぞボブ君、あそこから敵が当たらない。さあ一発ショットガンでダウン入れましたね、これさあダウン入れた、ボブ君もダウン、さあボブ君一気に2人倒して1本目取っていたのはマウボブチーム。さあ角に詰めたが敵も自分、ああうまい、さあ左側浮いたふりして、ここはうまいですね今の。さあしかし逆に当てられてしまった。さあ周りの状況を見ながら左から1人詰めてきてる人がいるぞ。さあこれは逆に一発当てていきたいが、さあ挟まれたか、さあ2人とも挟まれている状況、さあ後ろから前から違う前に2人いる。さあ1人持ってかれた、クジャクが持ってかれて隠し入れられた。さあボブ画面、さあボブくんがミニポーゲットして回復、残り2対1、さあどんどん詰めていっている。さあ追い詰められたのは相手チームだ、ここはボブくんがやれちまう、隠しを入れられる前にマフィー早く終わらせたい。さあお互い一発ずつ、マフィーの HP 残り40、いやーどうなる、いやーこれ分かんないね、分かんない、マジどっちも勝機が全然ある。さあこれどっちが勝つか、うわーマジで正直まだプレイだけだったら俺マウボブリズルリーぐらいしか見たことなかった。そうだね、初めてだ。うわーここで一人持っていって、うわーアサルトライフルで、これはさあまさかのボブマウ敗退、うますぎる、これは。さあ、さあ大ドンです。あ、お疲れ様です。大ドン展開し、お疲れ様です。いいよ。スカーレット TS ワイルドホークチームの対決です。さあ周りの建築を全て壊しています。さあナイトルもどっかでカウンター決めて一人持っていければという状況。ショットガン一発打っていくが、ここ当たれた。さあ場所が割れてしまったぞナイトル。必死に逃げていく。ここは一人持っていきたい。さあ右から左から同じワンボックスに入ったが200ダメージ、ワンパン決めてまさかのヘッドショット2連続。さあワイルドホークと TS を2人一気に詰めて勝っていった。さあこれは思いがけない1本取られて、いい1本取ったんじゃないでしょうかこれは。さあ周り見ながら、ここアサルトライフル、これが TS チームのいいところ。さあ一瞬にして HP 削っていってナイトル潰されていった。さあ2対1、しかしさっきはここからクラッチ決められたが、さすがに奇跡は2度起こらない。ワイルドホークはさあ一発背中が見えた敵に当てていきたかった。さあここは1点2点3点4点、さあ 33×4、 134、 132ダメージか、ウェデごめん頑張れ。さあ1人やられちまった、なんならもうワイルドホーク、うわうわうわ当てる当てる。さあここからワイルドホークが、さあ2対1で勝てるかどうか。さあ資材ももうないのでここはさすがに死んでいく。さあ2本目、違う3本目取っていったのはクジャクじゃねえやスカーレットナイトル。さあしかし見つかるのも時間の問題、見つかってしまった。さあ資材を取りに行ったがアサルトライフルで削り取られていってしまう。決勝に進出したのはナイトルスカーレットチーム。決勝戦まさかのクジャユセ VS ナイトルスカーレット対決になりました。階段のなんかくねくねはあれだ、クジャクだと思う。クジャクか、今入ったの今の、イグ140ね、ね今ね、すごいな、丁寧な解説ありがとう TS 大好き取られてるんでね、ここから追い返してほしいですよね。そうですね、これうわぁさぁ右側寄ったところに初ダメで死んでしまう HP だった。お、追いついた、1対1ですね。勝ったのはナイトルチーム、うまい。先ほど TS が言ってた通り下からもしっかりと削りながら相手にプレッシャーをかけていますね。ナイトルさあ下に降りてきた、やってきた一発差し引かれた、一発当たったね、何が当たったか分からないんですけどね、多分アドバンテージ取れたんじゃないでしょうかね。さあここでスカイさんに建材を半分渡します。
そう、ナイトルさんが結構剣材を温存して、ね、カルテさんが結構前詰めたり剣材使ったりする立ち回り。さあ、ここは上開けられてダメージ入れられてしまった。こうやって剣材をどんどん使わされていますね。これさあ、やばくない。さあ、右も左も囲まれている状況。一発当てられた。さあ、ここは攻めきか。1で絶対下に降りてスラップ1勝もらいます。さあ、ここで1勝食べて HP が120。さあ、これはどうなる。かなりこれ角に追い詰められて AR を撃たれてる状況だからね。下で利用したいところがあるんだけども。しかしここはスカーレットがグイグイいってますね。さあ、資材も残り少なくなってきてるんで、ここは早めに決着をつけていきたい。さあ、ここで前にいる犬スキンを見えた。さあ、これを壊してやる。2発今の体出てた。出てない、出てない。そう、どこに当てた今。なんか多分あのオーラが。さあ、ここで味方のスカーレットが。あ、でもナイトルさっきからさっきはね、そう、こっから2本。さあ、これですよ。さあ、追い詰められた時に強いこの男、横から来てる敵もし、そうだ、いやー、でもこっからワンチャンありそうだが、さあ、逃げるところがなくなってしまった。さあ、これはこれは厳しいですね。さあ、負けじと AR で壁を張り替えにしていますね。そう、やはり一気に戦いを決めるっていうのが、あー、でもこれはあ、でもカウンターでしっかり。カウンター踏んだ今の。今のは危ないです。多分カウンター入れてなかったら勢いに乗られて多分突っ込んで壊れてたんで。そうね、しかもクジャクの援護早かったね今ね、目の前に出て。そうですね、早かったですね。とりあえずワンパン圏内なので距離は保ちつついってます。さあ、ここで張り替えた。23かな。いいダメージ与えていく。青いやつ。さあ、これご両親いったよ。しっかりと引いて、そこでクジャクさんも引いていきたいが、いや今積み切れなかったね。HP 少ないからどうにかワンキル欲しい。さあ、下に31ミニポーション飲んでるのを確認。さあ、その床は自分の床ではないということですね。お互い多分かなりギリヒンなのは確かに。いや、でもギリありそうだね、敵。バーセルトラフル。さあ、剣材なくなった今。15ダメージ入れて。さあ、しかし、うわー、ない、剣材がない。さあ、起こす時間ももちろんない。あ、多分下の人ないね、これは。うまっ。さあ、これマジで見えたぞ、かっこいい。さあ、先に王手をかけたのはまあ、ユースヤさんたちチームかな。そうね、なんかデュオめっちゃうまいね、やっぱこの2人。うまい、うまい、連携がアップ取れてるね。さあ、出たこの建築の仕方で。さあ、詰めてきたところ70ダメージから、70ダメージ、もう一発当てて100ダメージ合わせて240ダメージから。ウィン。さあ、最終試合は一瞬で終わってしまった。これは強い、強っ。 GG デュオボックスバトル、まさかまさかの勝ったのはユーセイヤさん、グジャクチーム優勝おめでとうございます。いや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 、パンパンパン。さあ、ちょっと勝利者インタビュー、勝利者インタビュー、勝利者インタビュー、さすがにこれは喋ってもらうよ。喋ってもらうよ、喋ってもらうよ。さあ、ということで勝っていった。あ、ね、じゃあまずはじゃあ、ナイトルスカールトから聞いてください。ナイトルスカールト選手どうでしたか。いやー、悔しいっすね。なるほど。あとちょっと敗因は何でしたか。そうっすね、最後の最後でちょっと油断したところが何かしらあったんで、そこっすね。さあ、ナイトルくん。はい、どうでしたか。負けちゃったって感じですか。そうですね。そうなんかい。あんま軽めだね、ちょっとね。悔しかったね。悔しい。はい。いや、絶対悔しくない。じゃあ今回の戦いはどこが、じゃあ、あの、次直すとしたら反省点は。まあ、当てるとこ当てるじゃないですか。あ、なるほど。今年の勝った人は、じゃあユセヤから聞こうかな。さあ、ユセヤ選手どうでしたか。あー、1回戦と2回戦ワンブイツクラッチ何回かできたんで、すごかった。あれは強かった。クラッチがなかったらかなりだって厳しい、ね、流れ変わってましたからね、クラッチで。そうだね。じゃあ、クジャク君はどうでした。まあ、伊勢さんがクラッチして、それでちょっとまあ気分が保たれていい感じに。はいはいはい、モチベがね。はい、じゃあ5万円何に使いますか。あ何に使うんですか。いや、自分は、予定ないです、まだ。あ、予定ない。じゃあ、おめでとうございます。優勝5万円ずつということで。おめでとう。本当は俺が欲しかった。食べてないならちょっとぐらいくれてもいいんじゃない。ちょっとぐらい。え、ありがとう。3万円ちょうだい。3万ちょうだい。3万。3万。そこはね、どっちどっち。じゃあ、そうね。交渉ということで。じゃあ、今日はここら辺で。
終わりにしたいと思います。それじゃあ皆さんご視聴ありがとうございました。また、明日の配信でお会いしましょう。それじゃあお疲れ様でした。またな。またな。バイバイ。またな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 。おまた。でででででで。え、俺ら YouTube の最後の。まだまだ今余興じゃない。余興タイム。余韻。ガッサンジョイン、ダンジョジョナイジャンジャンジャン、マジョモーダイディゾンザジャオザジャンジャンジャン。